すぐ簡単にすぐ登録できて、ですぐアップできるし、ですぐその反応がね、あの数字で分かるんだよね、今日一日に何人見られたとか、その数字が出てくるし、これがホームページだけだったらそういう反応が全然分からなくて、何人の人が見てもさるんかなっていう。Facebook 見てきましたとか、やっぱりネット見てきましたとか、やっぱりもう本当増えてますね、この実感して、うん、地元の人は4割かな、あと6割ぐらいがね、対象ね、で結構多い時はもうよその人ばっかりで、もうばっかりの時あるしね、もうはい。とにかく旬と季節、季節を一足早く、うん、よその店よりも一足早く感じてもらえるように努力してます。中にはやっぱりその私がアップしてるその写真を見ながらこれをくださいとか、ちょうど大将がお料理をお客さんに出す前にパッとその瞬間を出来たてを、はい、撮らせてもらってます。初めてのお客さんとでもそのフェイスブックでコミュニケーションを取ってたら親近感が湧く。で出張の際には必ずじゃあここに来るって、そういうつながりが持てるっていうかね、そのつながりが持てるから続けてこれたんだと思います。それなかったこの年で8年も やれんと思う。